シンが受け継いだ5つのアイテムを紹介。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回はシンが受け継いだ5つのアイテムについてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。キングダムの主人公シンは今までいろんなものを受け継いでいます。ある時は死となる人物から、またある時は強敵から様々なものを託されています。今回はそんなシンが今まで受け取った大切なアイテム5つを紹介していきます。1、王の剣。すべての始まりはここからでした。ヒョウが主教から逃れてきた時、死に際に受け継いだ剣です。もともとは聖の影武者としてヒョウが持っていた剣、つまり死の王が持つクラスの国宝級の剣ということです。その証拠に大将軍である連覇の一撃にも折れずに耐えました。3000人称の時までの真の主武装が王の剣です。この剣でのジャンク斬りで氷旗やリンコなどを倒してきました。2、王旗の矛。王旗が李牧に敗れた時、死に際に託された矛です。この矛を受け継いだことで真の軍内で真の知名度が上がります。また連覇にも一目置かれ、他国にも名が知られることに。非常に丈夫で強力な砲塔ですが、とにかく重たく扱いづらいです。その重さは巨漢でも持つのに苦労し、シンも重さに振り回されていました。そのためすぐには使えず、普通の矛で準備をしてからの使用に。行攻略戦からのシンの重兵装になりました。3、各尾の馬。各尾千人称が暗殺された後、残されたのがこの馬です。その後、飛信隊が臨時で千人隊になった際、各尾隊が編入された時に残された馬をもらいました。千人称にふさわしく、なかなか良い馬でしたね。ただし残念ながらこの馬は元宝に突撃した時に罠にかかって潰れてしまいました。4、リンコの剣。連覇四天王の一人リンコが使っていた双剣の一振り。リンコを倒した後、シンは剣を連覇に投げ渡しました。連覇はシンとの会話後にその剣を投げ返しています。一緒にいた盲帝曰く、お前がもっとけとのこと。連覇の三大天時代から数々の激戦をくぐり抜けてきた剣、研ぎ直しすぎて痩せていますが、その攻撃力は健在です。戦いの後、シンの剣と一緒に舐めておいてあるのが確認できます。ただし山陽戦の後どうなったのかは不明です。5、氷光の盾。合従軍の時に宝剣と戦い、敗れる前に氷光が託した盾です。氷光は突撃の際に矛と盾で突撃していました。火を絶やすなという言葉とともに真に託されたものです。盾を託されたことで氷光兵に一目置かれることに。その結果、学来やガロたち飛氷を編入させられました。現在はまだ未使用ですが、将軍になったら使うのかもしれません。出陣中には聖に頼んで王宮で預かってもらっています。以上、5つのアイテムがシンが受け継いだものです。他にも志や思い、兵力など様々なものを受け継いでいます。今後のシンの大将軍への道がどうなるのか気になりますね。このシンが受け継いだ5つのアイテムについて皆さんはどう思いますか？よかったらコメント欄で考えたことを教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。